皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。2本目はですね、1本目の、まあ、先ほど上げた動画で言った通り、今日 IR が、まあ、多く出ているので、注目しているところから、紹介したいと思います。でまずはですね、イメージワン、シーメンスヘルスケア株式会社と業務提携に向けた基本合意書の締結に関するお知らせというのが出ています。で次はアジア開発、当社における内部、管理体制の改善状況及び改善計画の、まあ、状況のお知らせなんですが、まあ、正直内容としてはですね、あまり良くなくてですね、まあ、シンプルに言うと、また延期になってしまったということで、まあ、前回の、まあ、延期でですね、1月末に、指定していた予定が、延期となって、2月末という予定に、なったと。なので、まあ、再々延期になるんですかね。で、まあ、理由としてはですね、2022年1月に入って、自主、規制法人に改善計画案を提出した結果と、さらなる原因分析と具体的な再発防止策の検討が必要であり、まあ、その対応に時間を要すると判断をしたため、当初予定していたスケジュールを、まあ、見直すことになったと。で、まあ、2月下旬に延期することになったということで、特設市場銘柄の指定から1年以内に改善策実施運用を完了するためには、今期中に改善策の実施運用を開始する必要があり、まあ、そのために早期の改善計画提出が望ましい一方で、2月2日にですね、発足予定の、新、経営体制の下で実効性のある改善策の、深度ある検討を行う期間を確保する必要があるということを考慮したということで、うん、まあこれはですね、変な話、どう捉えても、まあ、マイナスではあるんですが、まあプラスというかね、希望としてはもうこの特設市場銘柄を、解除に向けて動いているということで、まあ、そこを期待するしかないかなと。まあ、なので、まあ、明日とか、まあ、目先のね、株価に関しては、まあ、なかなか、まあ、地合いがいいとかはね、まあ、別として、この IR 自体からプラスに働くってこともちょっと難しいかなと思いますが、まあ、ちょっと今日、マザーズが転換したこととですね、2月2日、まあ、ここにあるように2月2日の、まあ、新体制で、まあ、2月末のね、向けてね、巻き返しを図ってほしいなというところです。で、今日はですね、まだ他にもたくさんあるので、サクサクいきたいと思います。で、次はですね、フーワーブレインなんですが、伊藤忠テクノソリューション株式会社と資本業務提携及び連結子会社の、一部、譲渡に関するお知らせというのが出ています。で、まあ、ここにね、細かい、まあ、説明というかね、経緯とか書いてあるので、まあ、フーバーブレイン、まあ、興味があるとかですね、持っているフォルダの方は、ぜひ、チェックしていただきたいんですが、まあ、PTS が、ストップ高ということで、まあ、かなりプラスに、動いているかなと思います。で、最後になりますが、マーチャントですね、が、まあ、NFT、ラフランにおける、パラリンアート作品、販売開始に関するお知らせということで、IR 出てます。で、これとですね、まあ、もう一つ出てるんですが、株式会社、バイオジップコード、設立のお知らせと。で、滋賀大学、滋賀医科大学と共同研究っていうことに関しては、まあ、数週間前に、紹介したと思うんですが、まあ、それの進展になると思います。まあ、糖尿病に、関してですね、糖尿病の薬を
作るっていう面で、まあ、まーちゃんとの役割としては、まあ、投資会社として、まあ、こちらの、まあ、出資だったりとかそちらを手伝うと。で、まあ、この滋賀大学の方が、まあ、研究を、担当という形になるんですが、まあ、ここにもありますね、資金を調達し、まあ、人材だったり、まあ、外部パートナーとの、まあ、協力関係ということで、まあ、糖尿病の薬に取り組むということで、今日2つ IR が出ています。で、まあ、マーチャントに関しては、まあ、今のところ PTS は反応ないんですが、まあ、800円台でね、アジア開発が、まあ、一部保有したとかいうニュースももうだいぶ月日経ちましたけど、あって、でも逆に今はねもう300切るぐらいまで、落ちてきているので、まあ地合いもあると思いますが、まあそれでも、下げ率が大きいっていうこととですね、今日みたいに、まあ、地合いが反発してもまだまだ、反発が弱いですね。今日 3% 上げたんですが、まあ272と。で、まあ高値からいくとね、900弱から落ちて919までいったところ、今もう3分の1ということなので、まあ、まずはね半値の、まあ、500ぐらいまではね、行ってほしいなというところがあります。で、まあ今日の IR をねきっかけにそろそろ反発してほしいなという感じです。で、あとはですね、今日、まあ、海運、関係、海運セクターの、まあ、決算が出たところに関しては、まあ、情報修正とか、配当増配などの IR もあるので、まあ、保有している方は、まあ、ぜひチェックしてみてください。今回は以上になります。右上のところにですね、自分がやってるブログのリンクが貼ってあります。で、今回、のブログはですね、アジア開発、まあ、先ほど紹介した、まあ、再々延期の、記事を掲載してます。で、スマホの方は、下の概要欄から、ブログ行けるようになっています。よかったらチャンネル登録していただいて、また別の動画もチェックしていってください。今回は以上になります。ありがとうございました。